ホセイン・ロナギ・マレキは2009年にイランで勃発した大統領選後の暴動における役割を理由に投獄されたイランのブロガーで反体制派政治家ババク・ホラムリンというペンネームでも執筆しているロナギ・マレキは当選無効の申し立てが行われた2009年大統領選後政府のインターネット禁止令をジャーナリストや政治活動家が回避するために インターネットのプロキシサーバーを更新したとして、2009年12月13日に、兄弟のハッサンと共に秘密裏に逮捕された。獄中で、ロナギ・マレキの健康は、急速に悪化し、刑務所外の医療施設で手術を受けることが急務となっている。マレキは抗議活動とは、無関係のハッサン同様、拷問を受けた。マレキは、心臓と腎臓に疾患があるにもかかわらず監視は、 治療を拒否している。マレキが虐待と訪問を理由にハンガーストライキに入ると独房に入れられた。兄弟のハッサンはオーダーによる負傷を受けて釈放されたものの、マレキは今日もエビン刑務所に投獄されたままである。マレキは容疑の行為をテレビで自白するよう厳しく追及されている。10月3日、マレキは15年の実刑判決を受けた。 判決言い渡しの後半には弁護士も家族も出庭を許されなかった。マレキはそれ以来腎臓病を患い少なくとも4回の手術を受けている。100人以上のマレキの受刑者仲間が適切な医療が受けられなければマレキは死亡すると警告する連盟の所管を当局に提出した。国際人権団体アムネスティ・インターナショナルはマレキを政治犯と認定し、 自身の表現の自由を平和裏に行使したという理由のみで投獄されているように見えると指摘した。アムネスティは、マレキの迅速かつ無条件の釈放を求めている。ありがとうございます。